皆さんごきげんよう。ジェームズ・プリンセップがアショカ王碑文の文字を解読する直前まで来ております。で前回、このプリンセップが解読をするために使った実際の資料についてご紹介しましたね。ここで全部で6つ挙げました。でこのうちの初めの4つはもうすでにご紹介済みですから皆さんにはもう私いろいろとお話申し上げておりますが、4つ目5つ目ですね。4つ目と5つ目が、これ石柱ではなくて岩に掘ったものがこの頃から見つかり始めているというお話しましたね。で今日は、その岩に掘った2つギルナールとダウリですね、この2つの碑文の、発見端というのかな。どんなふうに見つかったかというお話をしていきたいと思っております。それでそれぞれが地図でもう一遍言いますと非常に離れておりましたでしょう。ギルナールとダウリはまさにインドの西と東の端っこですね。こっちとこっちです。でどちらもこれ町じゃありません。人里離れたほとんど人がいないような、そういう山奥とかね荒れ地とかそういうところの岩の表面に掘ってあったわけですね。でそれがたまたまそのどちらもイギリスですけどもイギリスの調査員が見つけたということなんですね。じゃあ今日はこのギルナールの方からお話をいたしましょうか。ギルナールの発見者というのかな、最初に西洋社会にその存在を知らしめた人物はジェームズ・トッド少佐であります。で、この人もそういうインドのさまざまな史跡とかあるいは宗教施設などを回るというのが一つの趣味だったんだろうと思いますけれども、それで別にアショカ王碑文を見つけるとかそんなまだアショカ王碑文の石なんてのは誰も知らないわけですから、それを見つけに行くなんて話はないわけで、別のものを見に行ったらたまたま見つけてしまったというそういうことなんですね。で別のものというのは何かと言いますと、時代で言いますとこれが1823年であります。1823年、まだジェームズ・プリンセップの1837年までまだだいぶ間がありますね。その頃にインドの西海岸、先ほどの地図でお見せしました通り一番西の端の海岸沿いにあるジャイナ教の聖地があるんですね。これジャイナ教の、お寺が建っている山なんですね。ジャイナ教も仏教もやっぱり、多少人里離れた聖なる場所にそういうお寺が建つことが多いもんですから、ギルナール山というかなり険しい山です。でこの上の方にジャイナ教寺院があるのでそこを訪問したんですね。そうしましたらそこへ行く途中か降りる途中か私知りませんけども、その参道の途中の斜面に巨大な岩があって、これが黒い岩なんですね。でその岩の表面にこれ私も見ましたけれども見事にきれいに掘られた岩があるんです。見事にっていうのは私の感覚ではね、まるで昨日掘ったんじゃないかと思うぐらいきちっとしてね、なんとか鮮やかな掘り口なんですね、切り口で。それで石にバシッとこう長い、後で写真をお見せします。後でお見せしますが、その文字の掘られた岩があるのを見つけたんですね。でジェームズ・トッドさんはこのように報告しております。象のような形の黒い花崗岩の巨大な半球状の塊岩ですねを発見し、それはほぼ全面が文字で覆われていたというんですね。でこの象のような形っていうのはね、実は偶然じゃないんです。このあといくつかアショカ王の岩に掘った碑文がいろんなとこから見つかりますが、その岩がね皆象に似てるんです。だからおそらく聖なる動物である象の形に似た岩をわざわざ探してですね、そこに掘ったんじゃないかと思うんですね。でこれギルナール、後でこのあとダウリもお見せしますけども、ダウリなんかすごいですよ。岩が象に似てるんじゃなくて、岩を象に彫ったんですね。象岩に彫ったものに文字を書いて碑文になってるくらいだが、やはりこれ象の岩に彫るというのが当時アショーカ王が一つこう下した一つの指針だったんじゃないかという気がしますがね。でこれはその代表的な岩であります。でその文字をジェームズ・トッド少佐、かなり詳しかったんですかね、その文字は、デリーのフィーローズ・シャーの石柱文字と一緒じゃないかということに気がついたんですね。多分トッド少佐も、ベンガルアジア協会のまあいろんなあれですね、雑誌とかそういうもので勉強してた人じゃないかという気がしますが、ちょっと詳しいことは分かりませんが、ともかくその岩の文字が、例のねデリーのフィローズ・シャーの石柱に彫ってある謎の文字と同じ字だということが分かるんですね。それでその一部を写し取って、アジア協会、当時はもうベンガルアジア協会ですが、名前変わってますが、そのベンガルアジア協会に送ったんですが、例によって無視されます。無視される、かわいそうにね。かわいそうとも言えんけども、まあせっかく見つけたのにもったいない話ですね。ウィルソンさんですね、相変わらずで23年ですから。でこの後にプリンセップがこのベンガルアジア協会の、まあ、取り仕切り役に就くんですね。ウィルソンさんはどうなったかって言いますと、これは幸せなことにイギリス本国の立派な大学の教授職をもらってまあ栄転ですね。で無事イギリスへ戻ってイギリスでブイブイ言わせてたんですね。でその後を継いでプリンセップがこのベンガルアジア協会のまあ取りまとめ役になって、その時にやっとこのジェームズ・トッド少佐のこの仕事が日の目を見るということになっていくわけなんですね。よろしゅうございますか。あ、先にじゃあ写真をお見せしましょう。ギルナールさん、これですね。まあどんな山かこれじゃはっきりわからないかもしれない。とにかく大きな山です。当たり前ですが。でこの上がずっとこう参道になってまして、上にお寺が建ってるんですね。だからまあ山の上のお寺をみんながこう参詣に訪れるという、ちょっと建物建ってますでしょう。こういう感じですね。でこの参道の途中の大きな岩にその碑文が彫ってあったということなんですね。その碑文はこれです。ちょっと近くで見てもらった方がいいね。どうですか。彫ってあるでしょう。びっしり彫ってあるでしょう。こんな感じですね。これ黒くて硬い岩なんです。なんていう岩か知りませんけれども、そこにこんな風に、これ2300年前に彫ったものがね、こうやって、今これ建物の中にありますけども、これは最近になって保存するためにこうなったもので、2300年ほぼその間は雨ざらしだったわけですね。それでもこうやってきれいに残ってるんですね。でこれはアショーカ王のこの石に彫った碑文の中でも特別に特段にきれいに残っている碑文の一つであります。それでね、これあんまり立派なのでレプリカを作って、確かねデリーの博物館だったかなの入り口のところにこれと全く同じ大きさのレプリカが置いてあります。私以前ねツアーでみんな連れてって、そのデリーの博物館入った入り口に昔見たギルナールの碑文がそのまま置いてあるんで、あれ岩ごと切り取って持ってきちゃったんじゃないのと思って聞いたら、いやいやこれはレプリカなのでどうぞご安心ください。本物はちゃんとギルナールにありますということなんですね。これが有名なギルナールであります。それでですね、ちょっとこの後日談がございまして、トッド少佐が、訪れた後の話なんです。ジャイナ教徒がお寺ね、山の上に自分たちのお寺ありますから、ジャイナ教徒が巡礼の道を広げようとしたんですね。狭いからもっとこうジャイナ教徒が楽々上がれるように道を広げようと、まあ道幅拡張、それで火薬を使って邪魔なものをバーンと破壊して爆破して道広げたんです。でその邪魔なものの中にギルナール碑文の石があったんです。もういっぺん見せましょうか、これね。もういっぺん見てください。傷跡が見えますよ。傷跡はここです。ここ。あ、この線から下は石が割れてしまってます。ありません。見えます？本当はこれも全部石があって、ここにはびっしり書いてあったはずなんだけれども、これだから最近になって、そのトッド少佐が来た後に火薬で割られちゃったんですね。前も何かありましたね、いろいろ石柱がね折られたり火薬でやられたり。昔はね、多分この石のこういうものを割るとか壊すっていうことはできなかったんだけども、やっぱり近代になって火薬が発明されてから、それを盛んに使うことによって一挙にこのアショーカ王のさまざまな遺跡は破壊されたんじゃないかと思います。でこれはまだこんだけ残ってたからいいけどもね、ものによってはもう粉々になって消えてしまったアショーカ王碑文もたくさんあったに違いないということが予想されるわけなんですね。よろしゅうございますか。それでですね、残念なのはただ割れたというだけじゃないんですね。もちろんこの文字はまだ誰も読めません。今この1820何年代にはまだ読めません。37年になるまでこれはただの謎の文字として、見えてたわけです。よく見てくださいね。これを読もうというわけですからね。これが何を意味してるのかということだから難しいですね。それで、読めた後の後日談なんですけども、後の話なんだけども、このギルナール碑文にはこれ何が書いてあったかっていうと、ここには、アショーカ王自身のさまざまな王様としての、理念とか、それから自分が治めている国々の様子です。こんな国が、そして私の治めている国の周辺にはこれこれこんな国々があってという、そして皆さんご存知の、私が教えたからご存知なんですが、ギリシャの5人の王様、ギリシャの5人の王様がこのギルナール碑文の中に彫ってあったんです。だからそれが読めればね、5人の王様が全て大いにあった、即位していたその時期を特定して、たちまちにしてこのアショーカ王碑文が彫られた時期というのが特定されるんですね。と思っていたら、割れたところに書いてあったんです。お分かり、火薬で爆破されて消えたところにちょうどその5人の王様の途中まで書いてあったんです。それで先ほどお見せしました、生き残りの部分に5人の王様の最初の2人だけ書いてあります。で後ろ3人は爆破されて亡くなってしまいました。でそれが読めたんです後でね。で初めて読んだ人は悔しかったでしょうね。もうあとこれどうなってんだ、あと何人続くんだってなことがね分からない。でしばらく分からなかった。それで学者たちはこの2人の王様だけを手がかりにしてアショーカ王碑文の年代を決めようといろいろ考えてたんですが、後に幸せなことにこのギルナール碑文の文章と全く同じ文章を彫った別のものが見つかって、そしてその中には5人全部出てきていたんですね。そういうわけでアショーカ王碑文を使って当時の年代が分かるというこの問題についても、一歩一歩もよちよち歩きでなんとかたどり着いたわけで、このギルナールの段階ではまだまだそこまで行き着かなかったということなんですね。こうしてご覧の通り、山の上のお寺へ行く参道に石があったということは、阿松迦王の当時でしたらおそらくその山は仏教の山だったんじゃないかと思います。後にジャイナ教に変わったんでしょう。仏教が衰退して衰えた後にジャイナ教に変わったんじゃないかと思います。だから本来はギルナール山には仏教の寺院が建っていて、そしてそこへお参りする、参詣をする人たちは皆その岩の横を通るわけです。で、読める読めないは分かりません。しかしひょっとしたら絵解きのような人がそこにいてですね、で人々が集まるとここにこう書いてあってこうであるってなことを読み聞かせたのかもしれません。そこら辺は分かりませんが、ともかく、人が通るであろう大きな岩の表面にもこうやって阿松迦王碑文が、彫られていたんだということがこの時に初めて分かるんです。よろしいですか。これがね、石に彫った阿松迦王碑文が見つかっていく最初の出だしです。それまで石柱ばっかりだったのにね。でこれに続いてこの後に、今度はダウリというところでまた面白い碑文が見つかるんですね。それはまた次回ご紹介をいたしましょう。じゃあ今日はこれで失礼します。ごきげんよう。